お前大阪の川だぞ、お前淀川って。そうや、何やってんのお前。いやでも大阪に淀川市長くないとは限らへんけど、全然長くない淀川でしょ淀川お前言ってこい。生まれはロシア、秋は関西、舞台は東京、イロシキーズです。本日はアレちゃん父協調してないからはい、ということで初めてね、初めて私と同じレベル、もしくはそれ以上の日本語能力を持ったロシア人じゃなくてウクライナ人に会ったわけですよ。ちょっと待って、うちはあんたは下手くそやからええねん、そんなもん。はい、きたー、みなさんこんにちは、サワヤンチャンネルでさーしゃーってことでね、めっちゃ元気。やっと日本語喋れる、これやっと来た。あーずっと苦しかった。これなんなん、これ、これは洗脳でございます。洗脳なの、吸い込んでるわけ。みんなやられよ、かされ一日に食べてみたいな感じで吸収してるわけ、サワヤンチャンネルに。いや俺もう嬉しくて初めて見た時いや俺最初ねやっぱイケメンのね弟推しやったねんけど、はいはい、ちょっと弟はねやっぱりねちょっと違うな。何が違う、絶対何があった、さっきなんか何があった、ちょっと違うなと思ってんだけど、今お兄ちゃん推しです。お兄ちゃんマジハゲ推しになりましたマジか。ほんで今回はね、まあ長いこと私たち日本に住んでて日本人顔負けやといつもドヤ顔でさ、うん、動画出してるわけよ。そうよ、日本の常識とかなんだって知ってるぞと、でもまあここにもね同じように日本で育った、いやもう確固たる自信あります。そうでしょう、ましてや慶応なのよこの方たち。もう言っちゃってますから慶応なのよたまにその学歴邪魔になるけどな。そうなのよ。今日はちょっとピロシキーズ対サワヤンチャンネルの日本の常識クイズ、よっしゃ。まあ、まずここに私たち座ってる順にもねちょっと訳がありまして、はいはい、日本に来日した年齢順に座ってます。はいはいはい、私アレちゃんが、え、うちが10歳の時に日本に来た。10歳、私が、6歳の時に日本に来た小原ブラスです、はい、で僕が、4歳から日本に住んでます沢と申します、はい、で僕が、日本で生まれました、はい、ヤンです。そしてね、まあただやるだけでもね、うん、つまんないので、今回は負けたチームにこちら。じゃあ早速クイズ。ナチナイ。ナチナイ。ナチナイ。さあ。全部赤い。グダグダ。グダグダすぎやろ。続きましょう。じゃあ、どうしよう。しきたり。おお。いきなりちょっと。しきたり。そもそもしきたりし日本語がわからない俺。問題、基本的な神社の参拝方法としてお賽銭を入れた後は、え、ちょっと待って、これダメだ。いや、いけ、どうしたらいいの、ここにかけない、いけ、だから俺リズムテンポで覚えてる。じゃあこれはねもう普通に、まあ、常識なんでこれくらいはえ、これはそう書けばいい、そのままその答えを。え、これ一人だけ間違ってた、恥ずかしいな。シャーでした。はい、でした、でした、シャーでした。いやこれもうアレちゃん怖いでんな、うるせえな、アレちゃん怖いね。はい、でしたーでしたーでしたー。皆さんフリップをオープンしてください。見えるかな、はい、全員揃った、おお、全員揃った、っていうことはこれは、よーし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 、でしたいやいや、こんなのちょっと舐められちゃ困るよ。そう、舐められてる。一応もう何回お正月に行ったことか。これは慶応なら分かる。そう、慶応なら分かる。慶応じゃなくても慶応だったら分かる。慶応、これは分かります。ギリ分かる、これはギリギリっすけどね。とね、そしたら2問目ね、この常識、辛い。ちょっと答えないよ、これ答えないよ。いや、ただただでも一番近いやつは近いは選ぶ、わかるね、わかるよ。いやー、わかんない。よし、よし、いけるぞ、いける。全部1やん。あー、やったじゃあ次は僕が選ぶなら、まあここは、じゃあね、社会2で。うわー、2って何、2やっぱラッキーナンバー2なんて僕は。変なとこついてきた。日本で初めに登録された世界遺産は？知らねえよ。何これ？これ、これ出身の姫路城はでもすごい昔から。ちょうどいけるはず。どう？え？お？
じゃあちょっとジャンル変えて生物でいきましょう。日本犬でないものはどれですか。えぐいわ。あ、もう最悪。なるほどね、わかった。俺もわかった。むしろでも2つぐらいないんじゃんとか思ってもうけどな。かちょあんま見かけないやつにしようじゃん。俺見かけないやつ忘れる。柴犬しか出てこないからね俺はね。これ私はすごいね自信ある。珍しく。マジですか。これは自信ある。え、ちょっと待って。また変で。これこう。あれ、あ、それだけ C だってさ。え、自信ある。 C はちゃうちゃうやろ。だってあれフサオだよ。フサオか。え、ちゃうちゃうちゃう。あれだってちゃうちゃう、あれちゃうちゃうやもん。だっていや俺実は最初 C やと思った。ほらに最初 C やと思ったけど、最近なんか北海道かどっかであのでっかいのがなくなったみたいなニュースになってたじゃん。え、でもさ俺も D も違うんちゃうって。日本犬ちゃうんちゃう。 D な、なん D 何何これ。ドイツ D は何なん。どこのポケモン。幻のポケモン。ポケモン幻のポケモンだ。ペキネーズちゃうんってこれ。 D はチンという日本のうざ。何それ。めっちゃ中国人みたいな名前。チンチン。あ、もう一緒。風習一。夏の暑い日に道路に水をまく行為は。優しいじゃん。いやこれ何で。大丈夫だそんなもん。はい、まあそうだよ、はい、なんで縦書きな。なんかちょっと高級会員で知られる野々村龍太郎元議員は何を繰り返したことを追及されて号泣した。知らねえ。いやいやいや、ちょっと答えてください。読み上げようか。じゃあ俺から。お金の横領ですね。僕はこの経費の私的利用。おー賢そうやな。俺公の金かっこ税金を使って旅行した。うん、え、金で投票金で投票って何なん。ここで3つは似てる。ここは3つは似てる。どうなん。言い方かっこつけんじゃん。これえ、これなに。でも正解じゃないなんかな。横領、横領じゃないですか。ちょっと審議の結果、全員不正解です。なんでやの。なんでこれとこれ同感の違うでしょ。投票、うるせえよ。うるせえよ、慶応がこんなこと言ってんじゃねえのかやろ。投票でやろうね。そうだよ、こっち父出してんだよ。犯罪犯罪なんだ、さっきの犯罪だよ。犯罪犯罪。以下の中で日本では逮捕されないのはどれ。うわ難しい。 A 自宅のベランダで全裸。 B 女性が公共の場で乳首を露出。 C 恋人から口移しで大麻の煙を吸った。 D 女性が男性を強姦。あーそれ違うんや。デスタした。普段やってデスタした。デスタデスタ。あと言い方が間違ってんのかな。もうちょっと元気出してよ。もうちょっと元気出してよ。もっといる。ちょっと次、左のアキレス腱めちゃくちゃ痛くなってきた。ズボン C です、ズバリ。その理由はなんかどっかでチラッとそのタイマーは持ってたら、所持してたら犯罪っていうのをチラッて聞いたことあるんで、うん、これは持ってはいないんで吸っちゃってるだけなんで、うん、所持にはなってないから、あ、セールなんじゃないかな。僕 A で。え？で、まあ上 B はまず、まあ、これ公共わいせつ罪っていうので多分アウト。え？男性でも女性でも僕は分かんないです。ちょっと自信ないです、これ正直。で、自宅は一応自宅、自分のその、なんだろう、いやー私的スペースだから、まあ全裸は違う、分かんない、分かんない。でもでもチンチンが出てんだよ。他の人みんな出てんだよ。あそこら辺で立ってたらさ、そうだよ。だから俺は山奥にベランダがあることを、どんな家だよ、記載した。そんなのダメだよ。もうあ、これはもう D ですね。え、女性が男性を強姦。なんでかっていうと、クイズを出す人は多分こういう引っ掛けをしたいと思うから、こういうのを絶対これ逮捕されるやろうって思われるのを正解にしがちだと、これまでの経験上。
それだけよ。知識が伴う知識がいますよ。あとね、分かれた。うわ、マジか。じゃあ誰が知ってる正解に。あのね、なんか女性がその電車の中とかでも子供にお乳あげてたりとかするのも、うん、はいはいはい、多分捕まらないから乳出してるので、おっぱい飲ませ系か、注意とかで済むと思うね。あ、そっか。でもそれ見て勃起したら逮捕されるんやろ、不公平。確かに。それ分かんないけど、でも今までの理由の中で一番正当かもしれない。これかなと思ったけど、いやいや、しっくりきたんだけど俺。圧倒的敗北だよ俺ら。澤さんの答えは、はい、A 自宅であろうと他人に陰部を見せつける行為であった場合は公然わいせつ罪になるんだ。逮捕されるよ、マジ気をつけろ。今まで一応してきてないから今までは気をつけろ。 B の、正解なんですが、うん、この A と同じ公然わいせつ罪にあたる問題なんですが、うん、公然わいせつ罪っていうのは陰部のみにかかってきます。そこ男乳首出しても大丈夫やもんな。その通り。なので女性が乳首を出して、そこら辺歩いても捕まりません。マジか。じゃあもう出すしかなくない。いや、じゃあってことは男も別に街中でパンツだけ履いとけば大丈夫ってことですか。捕まりません。だってじゃあ YouTube でおっぱい丸出しで街を散策してみたっていうのは別に叩かれる筋合いはないということでいいのかな。ここからが問題になってくるんですけれど、過去の後半でストリップ行為いや見せつけるみたいな、はい、前張りをしていたとしても成功の表現のようなものは公然わいせつ罪に当たるとされてきました、うん、日本では所持は犯罪になります、はい、使用は犯罪にはなりません。これ知ってんね。ただ、うん、共同所持という罪がある。あ、そんなのがある。なのでこの場合恋人から口移しで大麻の煙を吸ったということは恋人が大麻を所持していることを知っているということになるので、そうそうそう、共同所持となります。うわマジか。じゃあ逮捕されるの。めっちゃだよって言ってたのに俺。だから騒がしい時は逮捕されるの。されるんだ。はっず。なんかさ、あの職人がさ、大麻扱う職人が勝手に吸っちゃうから、あの大麻のあれが、はいはい、それで逮捕する、この使用をそれで逮捕するようにしちゃったらダメっていうのは聞いたことあんねん。 D これはちょっと説明させてください。いや俺 D ね、男には強姦罪は適用されないって思ってた。そうなんです。2016年まではそうです。そうなの。最近あるやん。ふざけんな、変えんじゃないよ。2017年の法刑法の改正によりこのルールが変わりました。よかった。よっしゃ、じゃあ次どうしようかな。じゃあチリ行こうかな。チリの、じゃあ1でチリ1お願いします。いやいや、チリキラ、あー難しいよ。やーだー、俺上がれんなよ。高崎超好きだもん。わかんないの。ちょっとよし、終わるか。え、大丈夫だろ、大丈夫、よ絶対大丈夫。うわーしゃー出た。社会1、社会1、日本の建国記念日は。あ、よかった。うお、揃った。マジか。よーし、よーし。歴史、日本初の内閣総理大臣は。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあせーの、直感でいった。伊藤博文。ひろちゃんね。ひろちゃんです。これはよくやったね。誰も間違ってない。いや、これ漢字間違ったら減点ですから。減点よ、そりゃ。ちゃんと点ついてます皆さん。これ怪しいんちゃうな、この辺。あ、なんかこれはあのなんもないよ。あ、なんもないよ。点ついて、やってる、はい、減点やってる、やってる、やってる。これは、これはもう違う。これここに自分で言っといて。あんのよ、自分で言っといて。自分で言っといて。正解。よっしゃ、漢字あえて何度も見返して書いた。チリ2で。日本で一番長い川は。知らねえよ。もう知らねえよ。えぐいわ。お前大阪の川だぞ、お前淀川って。そうや。何やってんのお前。いやでも大阪淀川でしょ。長くないとは限らへん。全然長くない。淀川でしょ。淀川、お前言ってくれ。淀川の周りをマラソンで走ってぐらいの距離だぞお前。信濃川。
ちなみにアレクさん、はい、川の名前を右上のものは読めますか？シマンジュウカバ。僕読みます。これも僕読みます。あ、そう、うちの読み方シマンジュウカバ。はい、お願いします。四万とさんかな。よっ、四万とかですよね。正解です。ちげえよ。はい。でもまだあと一問あるんだよね。それでも全部かかってるよ。これで今並んでるから。これ結構わからへん。これで決まるわけか。だって風習ってもう意外と神保からな。一般的に七五三で7歳を祝うのは。さあ。ちょっと待って、マジやばいこれ。俺らこういうのやってないでしょ、だって。これはでもね、子供生まれた時に恥かかないために重要よ。せーの、女の子。女の子どっちもでしょ。もうびっくりしちゃうじゃん。多分ね、その年頃僕喧嘩しかしなかったえ、祝った祝われたことない。僕やってないですよ。僕本当にやってないですよ。もう殴り合いしかしなかった。やってない。問題じゃったから。もう結果的にはやっぱ慶応は大したことないという風な認識で、私はだってワニワニも勝てへんねやで。もうめっちゃかわいそう。マリカやるか。マリカもうこれめっちゃきちょっと酸っぱいかもしれない。もう正直に盛り上げてよ。もう全然正直で。正直いきます、うん、はい、いきます。せーの。あ、大丈夫そうや。大丈夫そうや。あね、酸っぱい酸っぱいの。酸っぱいです。ただシゲキックスぐらい。そう、シゲキックス同じこと言われた。え、シゲキックスぐらい。俺シゲキックス大好きやもん。え、じゃあ全然大丈夫やん。いきます。いきまんこ。乾杯。酸っぱいで、うん、酸っぱいで。もう疲れた。疲れました。疲れた。過酷です、この企画。結構コラボでこんな疲れたの初めて。長期戦だったもん、なかなか。長期戦だった。一応さっきね、あのワニワニパニック、うん、はいはい、僕らの動画でね、そう、上がってる、上がってる。そっちにもね参加したので、リンク貼っとくんで見てください。 ありがとうございます。見てください。あの全然あのこっちの方がチャンネルも多いからね。いやいやいや、見てくださいというか、ね、いやいや、ぜひあのピロシさん本当にありがとうございました。いや、もうとんでもない。こちらこそありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったんですけど、とにかく僕ら基礎から一回もう一回日本見直して、はい、あの慶応とかそういうもの一切取っ払って僕らはアホっていうことを自覚して、もう一回身を引き締めて頑張っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。もしも慶応卒とかでテレビ出てたら怒るね。いやー、もうちょっとネプリーグ出るときはそれだけしっかりと、しっかりと学部まで書いてください。はい、いいわ。本当にいい、あのなんかいい経験をさせていただきました。こちらこそ本当に楽しかった。ありがとうございました。こんななんかね、自分のとこと似たような人種の人と会ったのなかなかないですもん。なかなかない。こんな喋るのもびっくりした。もうかもしれない。何より自分より鼻高い人に会ったことないから、俺今まで。だから会ってちょっと安心した。え、俺より高いわって。え、高いよ。ちょっと一回横向きます。いや、俺は多分マジで、ね、マジで半端ない。東京ちょっと比べてみた方がいい。鼻の高さをね、こう見比べた時に、うん、やっぱどうしても私はもうおっがね、うん、目に見えてくるわけですよ。あ、そっか、見てわかるって言ってたもんな。そうなのよ。相当どんな想像力ですか。ご立派よ